ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。おお、どうしたんだ霊夢？ものすごい数の写真を広げて。今まで撮ったアイドルのチェキを整理しているのよ。一体何枚あるんだ？わからないわ。数えたことないもの。霊夢は、アイドルが本当に好きだな。目標に向かって頑張っている人は応援したくなるのよ。ライブに行ったり一緒に写真を撮ったりする以外にも何かするのか？基本的にはその二つよ。ドキュメンタリーとかテレビでやっているとたまに見ちゃうわね。好きな番組は？朝やんよ。もう番組は終了してしまったけれど、いろいろな企画があって楽しかったわ。あれ？でもあの番組の放送が終了したのって20年以上前だよな。まあ、いいか。それならちょうどいい。朝やんについての裏話があるから、今日はそれを解説しようか。そんなのあるの？楽しみだわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは軽く、朝やんの振り返りから。朝やんは、1995年10月1日からテレビ東京で放送されていたバラエティ番組。キャッチコピーは、夢のオーディションバラエティだぜ。最後の放送は2002年3月24日だ。鈴木亜美さんやケミストリーもこの番組から生まれたのよね。もう20年以上も前だなんて時間が経つのが早いわ。そうなんだよ。だからリアルタイムで霊夢が見られるはずが。いろんなグループが他にもいたもんね。霊夢の中で、朝やんといえばどのグループだ？やっぱりモーニング娘かな？なるほど。モーニング娘は、朝やんでデビューしてから、現在でも活動しているグループだもんな。ちなみに今はモーニング娘プープーという名称になっているぜ。そうなの？昔のイメージがどうしてもあって、今のグループは別物に思えるのよね。言いたいことはわかるぜ。今回は、朝やん当時の裏話だから安心してくれ。いよいよ裏話ね。どんな内容かしら？まさにモーニング娘に関わる裏話を二つ紹介する。一つはモーニング娘のメンバー追加オーディションについてだ。懐かしいわ。モーニング娘は、別オーディション企画の選考落選者からメンバーを選抜して結成されたグループ。中澤優子さん、石黒彩さん、飯田香織さん、阿部夏美さん、福田明日香さん。の5名が初期メンバーだ。何のオーディションだっけ？シャラン級ロックボーカリストオーディションだぜ。朝やんでは、1997年4月から9月にかけて放送されていた。だからつんくさんプロデュースなのね。メジャーデビューは1998年1月28日だ。デビューにあたっては番組から条件が出されていた。当時の様子はなんとなく覚えているわ。なんでだよ。その条件は、インディーズの CD を5日間で5万枚売ること。この難関を見事突破してデビューを果たしたんだ。たったの5日で5万枚の売り上げってすごいわよね。だが5人でデビューした2ヶ月後の3月22日には追加メンバーの募集を発表。これ以降次々に、メンバーが増減することになる。今回取り上げるのはその第2回オーディション。2回目の追加メンバーって誰かな？後藤真希さんだぜ。ごっちん。グループ躍進の立役者ね。後藤真希さんは、第2回のオーディションを勝ち抜き、モーニング娘のメンバーとなった。だがそのオーディションがやらせだったのではという疑惑があるんだ。え？どうしてそんな話になるの？実は加入前、後藤真希さんが ABEX に所属していたという話なんだ。しかも当時、平尾正明ミュージックスクール東京校に所属している。ミュージックスクールに関しては、写真や募集チラシの画像も残っているぜ。ほんとだ。素人ではなかったのね。問題のオーディションには後の倖田來未さんも参加している。デビューさせたいがために、ABEX がこの二人をオーディションに送り込んだというんだ。倖田來未さんってオーディションにいたかしら？当時は、倖田來未子という名前だ。二次審査もちゃんと通過しているぜ。ほんとだ。顔を見ればわかるわね。でも後の方に残っている印象がないけれど。途中で辞退しているからな。え？どうして？一人だけ先に、ABEX 側でデビューが決まったんだぜ。だから、後藤真希さんだけを、モーニング娘側でデビューさせてもらったんだと言われている。ABEX はわかるけれど、平尾正明さんってそんなに発言力ある人なの？平尾正明さんは、ご自身も歌手で作曲家でもある。アグネスちゃんさんや五木ひろしさんにも楽曲を提供しているし、学校も全国に展開しているぜ。それなら音楽業界での力は確かにありそうね。
後藤真希さんが当時、モーニング娘。のことを知らない様子だったことが疑惑の種にもなっている。オーディションを自ら受けているにもかかわらずだ。言われてみればそれは変ね。オーディションをくぐり抜け、後藤真希さんはモーニング娘。に加入。加入後の待遇が格別だったのもコネと言われる原因だぜ。若干13歳で、グループのセンターに加入後すぐ抜擢されたんだからな。あれは驚いたわ。センターという言葉はあの時代はまだなかった。だが、ジャケットの中心にいきなり入る意味は周囲も感じるだろう。番組でも、あの位置に最初から入ることについてどう思うかメンバーに聞く場面があったわね。グループの中心的メンバーとして後藤真希さんはその後も活躍。卒業後はソロとして活動するが、その際の所属はエイベックスだぜ。そういえば、噂が真実なら、移籍したんじゃなく元に戻ったということだ。いずれにしろ、人を引きつける力が後藤真希さんにあることは事実よね。ただ、その実力でオーディションを制したと思っていたのが、実はコネだったなら衝撃だわ。二つ目は、数ヶ月にわたって、モーニング娘。より先に特集されていたグループの話だ。密着取材をアサヤンがそこまでしていたグループがいるのね。大々的に番組で取り上げられ、表舞台にまさにいた彼女たちだが、急に裏側に回ることになる。何かあったの？モーニング娘。の出現が主な原因の一つなんだ。どういうこと？このグループがデビューする少し前に、アサヤンがモームスに力を入れ出したんだぜ。モームスの勢いに押されたグループは舞台から姿を消していくことになる。注目されていても、新しいグループが出たらすぐに目移りされちゃうんだから厳しい世界。そのグループとは、聖夜リトルプレイヤー。1997年夏頃からアサヤンに登場した女性3人のユニットだ。メンバーは、茨城県の田口理恵さん、京都府の片桐花子さん、神奈川県の大串エリカさんだ。それぞれの名前を取って、エリカとも呼ばれていた。ほぼ大串さんの名前じゃない？グループ名は、1967年に海外で発表されたアイセイアリトルプレイヤーという曲に由来する。他の歌手にもカバーされている有名な曲だぜ。カバーまでされている曲から取った名前だなんて期待の大きさを感じるわ。片桐さんと田口さんは、地元で開催された別のオーディションが芸能活動のきっかけ。大串さんは、アサヤンの収録観覧に来ていた際のスカウトだ。スタジオ観覧していてスカウトされることなんてあるの？相当光っていたのかしら？そうかもしれないな。片桐さんと田口さんが受けたオーディションも参加者のレベルが高く、逸材揃いと言われている。二人は落選してしまったものの、9人組ユニットアイスとしてメジャーデビューを目指すことに。大串さんもこのグループのメンバーだ。あれ？三人のユニットは？アイスのメンバーが卒業してしまったため、残った三人で再度結成するんだよ。そういうこと。アイスとしてはうまくいかなかったが、当時から三人は人気が高かった。その影響もあってか、三人になって間もなく CM への出演が決定。CM？ いきなりすごい。片桐さんがトークを担当し、CM ソングの歌詞も書かせてもらえる話に。幸先いいわね。だが、そこはアサヤン。そんなに甘くない。進んでいた話が翌週にはなぜかなくなってしまった。そんなぁ。でも確かに、アサヤンって急転直下な展開のイメージがあるわ。メンバーもがっかりだろうぜ。今まで CM を見てた身なので、自分が出れるのは夢のようですと片桐さんは話していたし。田口さんも、CM に出るのは夢だったと語っているからな。期待させられた分辛いわね。だが、やはり人気のあるメンバー。ついにメジャーデビューの話が持ち上がる。そうなの？アサヤンもやっぱり力を入れているんだわ。しかしアサヤンはオーディションバラエティ。一筋縄ではいかず、ある条件が用意される。条件って？インディーズの CD を手売りで1万枚売ること。期間は10日間だ。あれ？このやり方。そう。モームスと同じ。いや、むしろモーニング娘。に。聖夜リトルプレイヤーと同じ方法が取られたんだぜ。こちらのグループがした挑戦が元なのね。モーニング娘。はその難関を乗り越えたが、本来、このハードルはかなり高い。1日2000枚を売り上げるのは、あのグレイや浜崎あゆみさんでも簡単じゃないぜ。人気絶頂だったアーティストでも難しいなんて厳しすぎじゃない？手売りが行われるのはタワーレコード渋谷店。夏休み時期である当時の客数は、1日約4万人だ。10日間で40万人として、そのうちの1万人に購入してもらう必要がある。
でも、お客さんの数で聞くと、なんだかいけそうな気もするわね。そうか？お店に置かれている CD は20万枚以上。その中から40人に1人の割合で選ばれないといけないんだから、相当大変だと思うぜ。しかもこの決定があったのは、5月18日。発売日は8月4日だ。3ヶ月もないの？考えが甘かったわ。これはかなりの難関ね。実際、無理なんじゃないかなと大串さんも発言している。そう感じるのも仕方ないわよ。だが一方で、なんとかなるんじゃないでしょうかね。と話すのは片桐さん。歌詞を任せてもらえるんだから、もう、できる限り考えてやらんとあかんと私も思います。あと、キャンペーンなどもできるんならいっぱいいっぱいしたいです。あとそれから、番組でもどんどん取り入れて私たちの曲ができたら流してほしいです。とあくまで前向きだ。すごいポジティブだし、やる気満々。デビューを目指すのなら、これくらいの意気込みは必要なのかもしれないわ。寝ても覚めてもそればかり考えているんですけど難しくって。でも楽しくって、ノートにいっぱい書き溜めてます。と田口さんも前向きだぜ。大口さんが不安に感じる気持ちもわかるけれど、ポジティブな仲間がいるのは心強いわね。その勢いのまま開始されたダンス特訓の様子にも番組は当然密着。田口さんは、好きになりました。と語り、片桐さんは、ダンスなしでは生きていけない。私の人生はダンス。というほどになる。人生はダンスだなんてかっこいい。よほどハマったのね。そしてついにデビュー曲も完成。だが、曲の雰囲気に合わないとの理由から、ダンスがなしになる。特訓して、人生とまで言えるようになったのに？番組にすごい振り回されているのがわかるよな。この無茶苦茶感がアサヤンって感じね。曲に合わないなら仕方ないと理解はするが、残念そうに3人はしていたぜ。頑張って練習したんだから無理もないわ。しかし発売日は目前。いつまでも落ち込んではいられない3人は、気を取り直してボイトレに今度は励む。ボイトレってよく聞くけれど、実際にはどんなことをやるの？腹式呼吸での発声練習やピアノに合わせて発声練習などだぜ。なんだか難しそうね。最初から簡単にはできないかもな。だがそれにしても、この時点の3人の出来はひどいものだった。大串さんに至っては、発売日決定後にボイトレを初めて受けているしな。そうなの？大串さんはスカウトされた身だから、練習したことがなかったのかな。ちなみにこの時点で、7月13日。発売日まで1ヶ月を切っているぜ。番組の進行ありきだから、かなりの下準備不足ね。なお、同時期に発売される CD はかなりの強敵だ。ただでさえ、数ある CD の中から選んでもらわないといけないのに。どんなライバルがいるの？スピードのフォースシングル Wake Me Up。エブリリトルシングのフィフスシングルであった頃のように。パフィーのソロアルバムそろそろあたりが有名どころだな。ライバル強すぎよ。どれだけハードル上げる気？本人たちはもちろん、厳しい戦いになることは番組側も理解している。だから3人は合宿を開始。レコーディングに向けて猛特訓することに。時間がない上に、戦う相手もデカすぎるもんね。合宿の内容は？メニューは次のようなものだ。縄跳び20分、ジョギング20分、腕立て50回、腹筋50回、発声練習、映像を見ながらの反省会。腕立てや腹筋は確かにきついけれど、かなり追い込まれている状況の特訓としては緩い気がするわね。安心してくれ、これは朝の分だ。朝の？じゃあ他にもあるってこと？そうだぜ。水泳20分、水中息止め、縄跳び20分、腕立て50回、腹筋50回、発声練習。これが昼のメニュー。そして夜が次の内容だ。縄跳び20分、腕立て50回、腹筋50回、発声練習、作詞、エコーなしのカラオケで歌の練習。すごい猛特訓だったわ。一日で、腕立てや腹筋150回もできないわよ。こんな内容すべてこなせるの？初日は、夜の作詞ができないまま3人とも爆睡してしまう。こんなハードな内容じゃ寝落ちもするわよ。だが最終日には、すべてのメニューをこなし、自主トレまでできるようになったぜ。すごい。かなり成長しているのね。短いながらも精一杯の準備をし、ついに当日。やるだけやったとはいえ、霊夢の言う通り準備不足ではある。不安な3人は、1万枚売れますように。と神様にお祈りだ。当日だと、できることは神頼みくらいよ。難関すぎる条件に誰もが失敗を考えてしまうような状況だ。しかし、
その関門を彼女たちは見事に突破する。しかもわずか2日間でだ。たったの2日で1万枚を売り上げたの？すごいわ、まさにミラクルね。初日の売り上げはなんと6333枚。開始から1時間で1000枚、2時間で2000枚、5時間で4000枚、8時間で5000枚と飛ぶように売れていく。すごい勢い。これなら2日間で達成したのもうなずけるわ。だが当時は、スタートダッシュができただけに翌日からが心配だった。明日からが問題なんですよね。明日から急にいなくなったりしたらちょっと怖いです。と田口さんも話している。確かに、初日からできすぎだもんね。テレビを見てきてくれたお客さんが初日で途切れちゃったらどうしよう、ってなるのもわかるわ。しかし、結果から見れば全く問題なかったわけだ。2日目開始から6時間で8000枚に到達。その1時間ほど後の7時26分に、売り上げ1万枚を達成したぜ。失敗どころか、当時のタワーレコード売上新記録を打ち立てた。大成功ね。本人たちの頑張りはもちろん、朝やんで何ヶ月も取り上げ続けた影響も出たかしら。特集の影響はかなり大きいぜ。本人たちが努力している様子も朝やんを通じて発信されていたわけだしな。会社員の人たちが、仕事サボってきてくれたり、クラブ帰りの男の子とかが来てくれたり、とその影響具合を片桐さんも語っている。社会人や学生も応援に来てくれたのね。仕事をほっぽり出してまで駆けつけてくれるなんてちょっと感動的じゃない。感動といえば、3人で活動する前に所属していたアイスのメンバーも来店してくれたぜ。昔の仲間も来てくれたの？涙が出るくらいそれは嬉しいはずよ。そういえば、10日間イベントをする予定だったのよね。達成したから2日で打ち切りになったの？いや、最後まで続けたぜ。完売したことを知らずに応援に来てくれる人はまだまだたくさんいたからな。来店してくれたファンには握手で答えたんだ。その数も、毎日たくさんの方としたので晴れかけましたというほどだぜ。本人たちが知らない間に、ものすごい数のファンがついていたのね。ああ。応援のおかげで、3人が作詞したデビュー曲小さな星はオリコン初登場6位の好成績だ。自分たちが作詞した曲でこれだけの結果を出せるなんて最高じゃない。曲を作ったのも有名な人なの？1万枚達成前まで作曲者は RK とされていたぜ。RK さん？私にはわからないわ。3人も当時は知らなかったが、実は超大物。RK とはなんと、河村雄一さんだったんだ。河村雄一さんって、ルナシーのボーカルでもあるあの人？そんな大物が曲を作ってくれていたの？体制万全じゃない。そうなんだ。番組のバックアップ、河村雄一さんの作曲、獲得した大勢のファン。未来は明るいと思われていた状況だった。しかし、モーニング娘。の出現により、舞台裏へと一気に追いやられてしまうことになる。すぐにうまくいかなくなっちゃったの？いや、河村雄一さんや応援してくれるファンに支えられ、10枚の CD をリリースした。だが、健闘虚しく、1999年に解散。全面的にバックアップしていた朝やんがモーニング娘。に集中しだしたことが痛かった。3人が取り上げられなくなったことで、視聴者の興味もモーニング娘。に移ってしまう。デビューまでの道のりを追い続けていたのに、すぐにくら替えされちゃうんだから席払いは。その後に出している朝やんのコメントが色々と物語っているぜ。聖夜リトルプレイヤーも順調です。田口大串片桐の3人は朝やんで取り上げる機会がなくなったけど、ちゃんとチャートインしたり CM が流れてたりと大活躍しています。これからも3人を応援していきましょう。すごいついで感ね。最後の、はどういう意味でつけているのよ。あれだけ密着していたのにすごい変わりようだわ。まさに、表舞台から裏側へ回らされた形だ。解散してから3人はどうしたの？田口さんは、ソロ歌手や女優として活動。現在は、株式会社ヘリンボーンという事務所に所属している。田口さんは今も芸能活動を続けているのね。片桐さんは、舞台女優として再起。セクシードリンク大作戦神様がくれた酒というショートフィルムの主演も務めている。ドラマ多くの雲井役も務めていたが、現在の活動状況は不明だ。片桐さんは、芸能界から身を引いてしまったのかしら？大串さんは、大串エリカに改名し、女優デビュー。だが、現在の芸能活動は多くないようだ。それでもサイパンスポーツ親善大使を務め、
ランニングやダイビングといったスポーツ活動の様子をブログで紹介してくれている。現在の活動は大串さんが一番感じやすいわね。そのブログ内で、片桐さんの結婚式に出席したことも報告しているぜ。日付は2013年3月13日だ。片桐さんはご結婚されていたの？だから芸能活動も控えるようになったのかな。3人のその後まで知れてよかったわ。番組に持ち上げるだけ持ち上げられて、冷たい扱いを急に受けた分、心配になったからね。アサヤンの裏側といえるエピソードを紹介してきたが、霊夢はどう感じた？後藤真希さんの加入に関する話は驚いたわ。コネかどうかはっきりとはわからないけれど、スクールの件は事実だもんね。状況や待遇を考えると、可能性はあるかもと感じたわ。まあ、仮にコネだったとしても、後藤真希さんに実力があるからうまくいったことだがな。聖夜リトルプレイヤーの扱われ方はすごく残念。モームスが出てくるまで、番組はあれだけ密着していたのに。手のひら返しがすごいよな。完全にモームスへ乗り換えられてしまった。力があっても、時期や相手が悪いとうまくいかないんだから本当に厳しい世界よね。成功することも難しいし、成功しても人気が続くとは限らない業界だからな。そんな大変な世界で頑張ろうとする人たちをこれからも私は応援するわ。未来のスターがどこかで今も努力していると考えるとワクワクするもの。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。